sports. It's in the game. Keeps
good gang, you can ask about us. Love to cause chaos and the chaos loves us. We have our problems, but we're too hyped to solve them. They know us at the man, give us a regular. Who has the sauce? We. Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to you and down to your wife. Who has the sauce? We. Who brings the ginger to the floor? Me. Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日も皆さんにサッカーの興奮をお届けしてまいります。今日のゲームはサンチャゴベルナベウから実況西岡明彦、解説に福西崇史さんをお迎えしてお送りします。福西さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ボールを奪われました。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ロングパスでサイドを変えてきます。誰も見ていなかったですね。ファイエ、ここからどうするのか。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。ボールを入れました。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。コーナーからスタートします。中に入れた。クリアが足りないか。ボールをクリアしました。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。ここから狙うのか。さあどうする。ディフェンダーがうまく読んでいました。
素晴らしいスルーパス。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。プレスが効いている。チャンスにできるか。前に出しましたが気を抜けません。いい位置です。前に運んでいます。ここでボールを失います。ここはサイドへパスを出します。ファイエ、何をしてくるのか、仕掛けてくるのか。ボールは相手に渡ります。パスをサイドに送ります。何を狙うのか。さあ上げたい。クロスが足元へ。難しいクロスでしたがキーパーが抑えました。集中しています。ニーマイヤー、いいパスだ。決まりました。先制点。ボールを支配し得点を奪いました。これまでもチャンスは多かったので当然かもしれません。ドリブルで運びます。あっとボールを奪われます。パスをカット。いい読みでした。サイドが空いています。サポートを使えそうです。狙える位置です。最高のボールが出た。クロスはブロックされる。ボールはゴール前へ。クロスを折り返します。クロスが入るか。大きくクリアしました。ひとまず安心です。パスミスでボールを渡してしまいました。いいボールを送りたい。ボールを前に運んでいます。ここはうまくボールを取りました。これはフリーキックになりましたね。これは見事なパスカットです。ボールは相手に渡りました。プレッシャーをかけられます。ファイエ、ニーマイヤー、ここはインターセプト。しっかり予測していました。マジエッロ、おっと裏へ出した。素晴らしい読みでインターセプトしました。ニーマイヤー。
こんにちは、実況の西岡明彦です。エスタディオムニシパルデイプルーアから注目の一戦をお送りします。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。ファイエ、ここから狙うのか。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここからどうするのか。ボールを失いました。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。これはファールを取られました。まだカードは出ていません。ベル、このボールは直接相手の選手へ。ボールはサイドの選手へ。サイドに展開しチャンスにつながりそうな攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。ゴールキーパーがうまく前に出ました。これは見事に奪いました。サイドに展開します。何を狙うのか。これを決めればリード、先制ゴール。早い時間に得点を挙げました。マークがついていましたが、しっかりシュートを決めましたね。何度見ても素晴らしいゴールです。ゲーム開始から13分、ゴールが生まれています。しっかり見えています。ゴール。強い相手に貴重な同点ゴールを挙げました。これで試合はさらに盛り上がりますね。勢いに乗って勝ち越したいでしょう。ニーマイヤー、マロニー、このパスは読んでいました。いいプレスです。攻守逆転。このパスは読んでいました。狙える位置です。仕掛けてくるのか。ボールを前に運んでいます。レフェリーがファールを取りました。フリーキックです。ペナルティーエリアにボールを入れてくるでしょうね。パスをカット。いい読みでした。クリアしました。コーナーになります。こんなことを言うと怒られそうですが、格上相手の試合ではこういうチャンスはなかなか巡ってきませんよね。サポーターもこの、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。相手ボールになりました。ここは縦をつくでしょうか。ファイエ、ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。ここはフリーキックを与えられます。うまいパス回しです。さあどうする。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ボールを奪われました。見事なスルーパス。これはチャンスだ。シュートを通さない。
ニーマイヤー、ファイエ、トーニー、スミス、クロスを狙ってくるか、ここから狙うのか。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。相手ボールになります。スローイン、ベル、これは見事なパスカットです。ここはインターセプト、しっかり予測していました。サイドから攻撃でしょうか。チャンスにつながりそうでしたが、ディフェンスに阻まれました。サイドからの攻撃は失敗です。サイドからの攻撃を狙います。中の選手にクロスを入れた。これはスローインになります。ニーマイヤー、このパスはカットされました。危険な位置です。緊張感が増してきます。いい位置です。シュートのコースを読んでいましたね。ボールは相手に渡りました。前半終了です。スコアは1対1。福西さん、前半は拮抗した試合になってますね。ポゼッションでもシュート、後半の45分が始まります。サイドのスペースが広く空いています。仕掛けてくるのか。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。ボールを入れた。これは見事なインターセプト。ゴールを狙う。キーパー反応した。ボールを弾く。ここからどうするのか。フラッグが上がっています。オフサイド。相手ボールになりました。何かしてきそうですが、素晴らしい読みでインターセプトしました。おっと、裏へ出した。
何をしてくるのか。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。これはもったいない、オフサイドです。サイドからサイドへ、これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。ファイエ、カウンターのチャンスです。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず、相手陣内でインターセプト。ここから狙うのか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ボールを奪われました。サイドへ展開します。ボールを回して味方の上がりを待ちます。1点リードにできるか。これはダメです。勝ち越しならず。今のはもったいないですね。まあ攻められてはいるので、気を取り直して次のプレーに集中しましょう。トーニー、タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。この位置からプレッシャーを受けている。笛は鳴らない。アドバンテージを取りました。タッチを割ってスローイン。ここで攻守が入れ替わります。フリーキックから試合が再開します。見事なスルーパス、ゴールキーパーがボールを抑えた。見事なインターセプト、ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。サイドのスペースが広く空いています。ファイエ、何を狙うのか。サイドへパスを出します。クロスを上げたい。マイナスのクロスボール。ここはインターセプト、しっかり予測していました。さあリードできるか。このボールはキーパーが抑えましたね。タックルでしのぎますが、まだ危ない。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。残り時間を見れば、このフリーキックが最後のチャンスになりそうです。さあ勝ち越せるのか。壁に当たってしまいました。レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。中に入れた。ここはしっかりクリアしました。いいボールが入りそう。ボールロスト。ドリブルで持ちますが、明らかにキレがなくなっています。ゲームを作るパス、またまた通ります。ここからどうするのか。タックルでしたが、相手ボールのスローインになります。スミス、このパスはまっすぐ相手に渡ります。同点ですが、お互いにチャンスはそれなりに作っています。
さあどうする、マイナスのクロスを入れた、このボールは重要です。これが最後の攻撃にな、抜けた、ゴール、ジャイアントキリングが狙えそうでしたが最後にリードされました。守備が耐えきれませんでしたね。ただ追いつくチャンスはまだ残っています。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと試合終了です。試合終了です。なんとも劇的な勝利となりましたね、福西さん。そうですね、今日は難しい試合になると予想されていましたが、見事に予想を裏切りましたね。いい内容でした。Yo, my bro just came from Dubai, now he wants four, but I told him that's madness. Money with the world, do backflips, make sure you keep it all together, elastic, stretch it, stretch it, make sure the money do backflips. This one must have came from, if I say then it's gonna be a lock thing. What you mean, man, I sound like this guy, which guy? I don't even know what he, let me sip my tea, can't take me for a mug, man, I've done it sometime, about time, let it clock. Mad ass, never ended up in McDonald's, and I haven't had a trophy in long time. Must have thought that I played for the Gunners, just came back from a madness. See my guys, they be don't do hat tricks. My guy put four and he come like I'm showing fresh trim. When I step, I don't do no facts, lags. How you say you run this game? I'm ahead of this game. True say that. サッカーファンの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。福西崇史です。今日はよろしくお願いします。キーパーにパスを戻します。ボールを奪われました。サイドを変えました。これは見事なインターセプト。これはよく見ていた。オフサイドの判定です。相手ボールになりました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。入れば1点リード。入りました。ここで均衡が崩れます。サポーターもこの瞬間を待ち望んでいたんではないでしょうか。この距離でシュートを打たれたらゴールキーパーはどうしようもありません。前半9分、試合が動き出しました。ビダル、グティエレス、ラモス、ボールは相手に渡ります。ラモス、ボールは相手に渡りました。なんとか弾き出す。コーナーキックが入ります。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。
これはまずいパスでした。相手に渡ります。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。何をしてくるのか。タッチラインの外へ押し出されました。スローインです。パスをサイドに送ります。ラモス、何を狙うのか。サイドのスペースを使います。フラッグが上がっています。オフサイドです。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ファイエ、ここはクロスのチャンス。チャンスにできるか。ニーマイヤー止めたが抑えられない。さあどうなる。これは見事に奪いました。この位置からプレッシャーを受けている。ここでボールを失います。スルーパスが味方に通る。攻撃は今一つ。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。いい距離ですね。ゴールを狙えそうです。いけるか。同点になるか。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。マロニです。いいボールを送りたい。クリアして危機を脱しました。ここから狙うのか。ボールを奪われました。サイドからサイドへ。前に進んでいます。味方につなぐこともできます。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。グティエレス、仕掛けてくるのか。いいボールを送りたい。サム、ここからどうするのか。笛は吹かれません。危険なタックルでしたが、いいところを見ていました。いい位置です。切り込む。決まるか。押し込めるか。ベストのタイミングでの飛び出しでした。はい、素晴らしいタイミングでしたよ。今のは惜しかったですね。シュートが枠で跳ね返ったせいで同点のままです。ボールをドリブルで運んでいます。笛は鳴らない。ゴールチャンス。ゴール。素晴らしいゴールを奪いました。いい時間にリードできましたね。ここからの試合展開に注目しましょう。ブティエレス、相手ボールになりました。
ボールを運びゴールに襲いかかります。ディフェンス落ち着いていました。前半が終了しました。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。うまく読んだインターセプト。あっとこぼれた。何を狙うのか。ボールをキープ。ボールは相手に渡ります。格上のチーム相手にここまでよくリードしてきましたね。はい、この時間ですから焦ることなく今のプレーを続けていけるかが勝利へのポイントですね。いい形でゴール前まで持ってきました。サイドからのチャンス。グティエレス、ビダル、味方に出すでしょうか。攻撃はここで止められます。ボールは相手に渡りました。ビダル、サイドへパスを出します。視線が中に行った。さあ出すか。スローインです。このパスはカットされました。何かしてきそうですが、相手が寄せてきました。サイドに展開します。ファイエ、ニーマイヤー、味方の選手が寄ってきました。相手ボールになります。何をしてくるのか。ここからどうするのか。ファイエ、このボールは止めただけ。クリアできるか。ロングパスでサイドを変えてきます。見事な視野です。ここから狙うのか。このパスは読んでいました。ドリブルで持ち込んでいます。ルーズボールになっています。スローインからゲームは再開です。ビダル、サム、スペースへのボール。もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。狙える位置です。さあどうする。クロスが入りました。キーパーの守備範囲でした。
遠めからシュートも、これは難なくキーパーが処理しました。ボールをダッシュ、寄せが早い。味方の位置を確認する。ディフェンダーがここで食い止める。自分の声すら聞く。素晴らしいボールです。ライン際での攻防でしたが、スローインになります。再びボールを失いました。グティエレス、ビダル、見事なパスカットです。さあ、ここでプレスを受ける。サイドを切り裂いた。さあ、次はどうする。キーパーが止めました。リードをキープしています。今のはよく止めましたね。勝利への執念を感じさせるセーブです。グティエレス、ニーマイヤさあ、攻撃を作ります。攻撃の中心です。ボールは相手に渡ります。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。ナイス、シュートを飛びついて止めた。試合の終盤になってコーナーのチャンスです。なんとか同点ゴールを決めたいでしょう。攻撃の流れを切ります。ルーズボールになった。ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。試合ルーズボールです。ボールはどっちだ。入れば1点リード。